ハリオンさんこんにちは勘ですということで今日はですね、まあ、最近白手ニを始めた方とか、まあ、ギア、まあ、ラケットとかシューズについて考えたことがない人に向けた動画となっております僕のチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので興味がある方は是非チャンネル登録してくださいあとメンバーシップ始めましたはいというわけで、まあ、まずはじめにねラケットについて話していきたいなと思います まず、まあ、ラケットには3種類ほど、まあ、種類がありまして、まあ、まず一つ目はですね、相手にめちゃくちゃダメージを与えるラケット。まあ、こういうスタミナダメージプラス40%とか、あとオートスキルにもね、スタミナダメージプラス60%とか、そういうのがついている。まあ、こういうラケットが一つと、2つ目はこれですね、3ポイント取るまで製造化量プラス25%やとか、 2ポイント以降 SS ローカルプラス20%とか、まあこういうね、一つのキャラをずっと使い続けるラケットっていうのがまあ2つ目で、3つ目はですね、まあ交代後のポイント開始時1秒間 SS ゲージ自動蓄積っていうのがあればいいんじゃないかなと思います。まあこのね、交代後のポイント開始時1秒間自動蓄積っていうのは、まあいろんなキャラでずっとじゅんぐりじゅんぐり回していくパターンの編成に使っていくと非常にいいかなと思います。はいというわけで、今からですね、 これを持っていたら間違えないっていうラケット3選を紹介していきたいなと思います。 まず一つ目はシルビアラケットですね。まあ、シルビアラケットめちゃめちゃ万能なんですよ。このラケットはまずロブショットっていうロブ軌道で相手を、相手が前に来てる時にこれを打ったら相手を後ろに下げることができるっていう。まあ、これがすごい良いポイント。一つ目。ほんで、まぁ、あ、二つ目のポイントがもうこのギアショットがすごい強いんですけど、まあ、SS ゲージがプラス10%する。も、ま、う、あ、これもめちゃめちゃいいんですよ。ほんでまあ20秒間通常球種と SS の封印を無効化するっていうことで、めちゃめちゃ万能なギアショットの能力を持っております。 ります SS 封印とかねあのラケットとかキャラとかでされてしまうともうこっちは SS1 回も打ててない状況やのになる相手に SS ずっと打たれて、まあ、負けてしまうっていう、まあ、それを防ぐことができるラケット。しかもこの通常吸収 封印も無効化するっていうことで、まあスライス打てなくて特殊。だから例えばアナゼとかやったらスライスとかドロップで攻めていくやん。けどスライスとかドロップで封印されてしまったらもうどうしようもない。もうただの弱いもスピン、普通のスピンしか打たれへんアナゼになってしまうわけですよ。まあ、それも防ぐことができる。なのでこのラケットは一本は絶対持っておいた方がいいラケットとなっております。 二つ目は、スカルマグナですね。まあ、あの、スカルマグナは時と場合によるんですけども、最近はね、スカルマグナめちゃめちゃいいかなと思います。まあ、なんでね、あの、そんな微妙な言い方をしてるかって言いますと、この子のオートスキル2がですね、毒、スロー、燃焼、感電、暗闇、未了の相手に与えるダメージプラス60%ということで、相手が状態以上にかかっていないとダメージが上昇しないっていう、まあ、そういう部分があるんですね。なので、あの、ま、ほどあ、先ほど言うてないですね、あの、暴走2用とかですね、ラインズマンルーシェとか、 で状態異常かけないでもシンプルに自分自身のダメージで相手にダメージを与えていくっていう、まあ、そういうキャラにはあのスカルマグラすごい向いてなくてですねそういうキャラにはですねギガスループスっていうあの前のシーズン戦のギアが結構おすすめとなっておりますまあこれはですねまあ普通にストローク値が上がることによって相手が,ダメ相手がめちゃめちゃダメージ受けるよっていう あの、理屈のもんなんですけども、まあ、それは、まあ、イドするキャラっていうのは結構少ないので、まあ僕はスカルマグナを今、紹介してるっていうような感じですね。まあ、スカルマグナも最近ね、状態異常を与えるキャラって結構増えてきてるので、まあこのラケットさえあれば、ほんでまあ、オートスキル、オートスキルじゃスロットスキルもですね、こういうスロットスキルつけてください。あのー、こういうね、スロットスキルつけたくなる気持ちはわかるんですよ。この燃焼状態の相手に当たるダメージプラス50%。これつけたいのに重々わかるんですけども、あの、そういうやつをつけてしまうとですね、あの、 状態異常向こうのキャラも最近多いですので相手に安定してダメージを与えることができないあと靴でも状態異常を回復する靴とかもありますから、まあ、それで対策されてしまうともうどうしようもないっていうことで、まあ、このラケットの方がこの,あのスロットスキルの方が安定して相手にダメージを与えることができるので、まあ、こういうスロットスキルをつけるのを結構おすすめしております。 まあ、ラストはですね、ヘリオブライトですね。ヘリオブライト、まあ、またシーズン戦かよと思いましたよね。そうなんですよ。今、シーズン戦のギアがすごい熱いんですよ。まあね、あの、これ、今、交換所に出てるので、ね、ぜひ、あの、交換所で交換していただきたいんですね。一本も持ってないっていう方は。このプレミアムメダル、5個でね、このヘリオブライトと交換することができるので、あの、これ、あの、頑張って貯めて、交換していただけたらなと思います。僕自身もここで2本交換しました。ほんで、まあ、ま、 この5個でね、まあ、星4ギアプレゼント券っていうのも5個でゲットできるんですけども、あの、これ正直、あの、そんなに良くないです。これはあの、10個をギア自分で選んで、その中から抽選で1つもらえるっていう感じのものなんですよ。それもうほとんど当たらないですから、自分の欲しいやつね。この中でせいぜい欲しいもんなんてもう5個もないですから。なので、まあ、それを考えるとどう考えても、このヘリオブライトの方が僕的にはおすすめとなっております。ま、あね、このヘリオブライト、まあ、どのスロットスキルつけてもいいんですけども、ま、ああの、 主に3種類ですよね。3ポイント取るまで SS 増加量プラス25%か、2ポイント以降 SS 増加量プラス20%か、まあ、あとはですね、交代後のポイント開始時1秒間自動蓄積っていう、まあ、どのギアにつけても強い。まあ、それはね、ほんまにキャラによって、その自分の使いたいキャラによって、このスロットスキルっていうのは変えていただけたらなと思います。 はい。続いては、シューズについて説明したいなと思います。まあ、シューズもですね、ラケットと同様、3種類ありまして、まあ、1つ目はですね、スイングエリアを広げて、弾を取りやすくするっていう、まあ、シューズっていうのと、まあ、あと2つ目はですね、スタミナダメージっていうのをカットして、まあ、体力消費を減らして、まあ、あのー、体力切れになって弾を取れなくなるっていうのを防ぐっていう靴と、いろいろな効果のある靴。まあ、例えば、まあ、これスマッシュで打っ 返球時に通常球児と SS 封印を回復して10秒間無効化するっていう靴やとかあとは交代した時に200回復してオーバーフローになるとかまあそういうギア、まあ、あとはですね、まあ、空中地面とかに触れたたびスタミナが50回復するとかまあこういう感じでまあ3種類に分かれるわけなんですよ。 なのでね、おすすめの靴3選っていうのも、シューズでも紹介したいなと思うんですけど、このね、3選はラケットと違って順位があります。一、まあ、つは一強です。その後は、まあ、結構おすすめですよっていう靴が2個あるっていう感じですね。ほんでまあ一番おすすめなのがこの今、闇の字が履いてる靴。この 結成レノア靴ですね。結成レノア靴っていうのはですね、オートスキル1でスタミナが緑色でスインゲリアプラス7%。で、オートスキル2にドリンク回復アイテム取得時5秒間スタミナダメージ無効っていうことで、まあね、結構バランスの取れた、どのキャラに吐かしてもあんまり問題がない。まあ、闇老人も私したらち,ちょっと問題あるんですけど、あの問題がない。もうめちゃめちゃ万能な靴となっております。まあ、この靴のいいところはですねあの、オートスキル1がスタミナ緑色でスインゲリアがプラス7%する。結構低いあの条件で、 スインゲレが広がるっていう点なんですよ、ね。例えばこの靴であればストロークタイプかつスタミナが緑色でスインゲレが広がるっていう。まあ、こういう感じでもすごい制限されてるわけなんですよ。まあ、あとはですね、この属性で決められてるパターンこの靴の場合であればハード属性の場合スインゲレが広がるっていう感じ。なのでまあ結構 制限が少ないので、まあ、この靴結構どのキャラにも適応することができるので一番おすすめです。あんまり靴一足だけ交換できるっていう方はこの靴を交換しないっていう理由がないです。まああと2つ紹介していこうと思うんですけど、まあ、この靴じゃなくてもいいんですけど、まあ、オートスキルにですねこのクレイゾクセルを受けるダメージマイナス15%さらにグッド以上で変形時受けるダメージマイナス10%とか、まあ、こういう感じのねスタミナダメージをカットするような靴っていうのを おすすめしております。まあ、こういう靴にですね、スピンボレーカットですね、スピンボレーで返球時受けるダメージマイナス30%っていうのをつけることによってですね、あのー、ダメージをあまり受けることがなく、ほんでまあ、耐え抜くことができるんですよ。なんでこの靴結構おすすめしてるかっていうと、最近ですね、まあ、ハードコートとか見てくれたらわかるんですけども、 最近めちゃめちゃ初代から枯らしてくるキャラ多くないですかアマータとか、あの、ビルフリートも最近枯らしてくるキャラですよね。あと、ミゼリーコルテとか、あと、トルチェとか。まあ、あそういう感じで、初めから枯らしてくるんですよ。それをどう対策するかっていうと、キャラではなく、靴で対策してくれたらなと思います。まあ、この靴を履かせることによってね、スタミナダメージ50%以上カットすることができますので、まあ、結構ダメージ面で、相手にめっちゃ枯らされて、もうどうしようもないっていう状況は回避することができるんじゃないかなと思います。 3つ目はこの靴ですね。まあ、この靴、何がいいかって言いますと、まあ、このオートスキル1見ていただいたらわかるんですけど、自分がハード属性の場合、スインゲリアプラス5%っていうことで、まあ、先ほどで紹介したエルノ1靴よりも、あの、めちゃめちゃハードル高いように見えますけど、ま、ああの、これはですね、スタミナが緑色でスインゲリアがプラス7%なんですよ。それにね、比べて、これはハード属性であればスインゲリアがプラス5%するっていうことで、まあ、スタミナがね、緑から黄色になった瞬間に、さっきの靴やったらもう一気にスインゲリアが狭くなるわけですよ。 ただまあこれこの靴であればまあ多少ねあのスタミナ黄色とかになったら結構動きづらくはなるんですけどもまあそれでもねスイングラー確保できるっていうことで結構ね重宝しているっていうような感じですねほんでこれはオートスキル2もねドリンク回復アイテム取得時5秒間スタミナダメージ無効っていうことで結構いい靴となっております。 ま、どのキャラにね、どのギアを持たしたらいいかわからないとかいう方は、前に動画作ってますので、ま、これはね、編成とギアの決め方なので、編成の決め方もわからない方とかもおれば、ま、下の概要欄貼ってますので、そっから見ていただけたらなと思います。まあ、これに合わせてね、あの、もう一個。 おすすめの動画があるんですけども、まあ、それはですね、まあ、あの、白猫テニスについての、まあ、知識とか、まあ、あとはテクニックとか、そういうのを説明してる動画がありますので、まあ、これ多分ね、あのー、一つぐらいは知らないことがあると思うので、ぜひ見ていってくれたらなと思います。それも下の概要欄貼っておきますので、まあ、ね、その三つ、このね、この動画含めて、その三つの動画さえ見れば、まあ、結構ね、白猫テニスで勝率上がるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、僕のチャンネルではこんな感じのためになる動画を上げてて、これからも頑張って投稿して、 していこうと思いますので、まあ、チャンネル登録とあと応援もよろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイバイ！